お疲れです。よしみです。ですね、今回はですね、大葉を使った、ちょっとお料理をやっていきたいと思います。青じその、浅漬けですね。浅漬けとか、醤油漬け、塩漬けですね。ちょっと今回その3種類を、ちょっと試しに、いろいろやってみました。で、色がどうしても飛んでしまうんですけども、今回は、仕込んでから、3日目の状態でちょっと試してみます。どうしても、塩漬けとかすると1週間超えるとやっぱ、色が飛んでくるんですけども、物自体は保存食になってますので全然問題ないので、いろいろと、試してみてください。では早速、始めていきます。よろしくっす。はい、まずは大葉の浸し漬けを作ります。漬けだれを仕込んでいきます。漬けだれの割りなんですけども、だし60、薄口30、みりん45、酒30、あと昆布ですね、一切れ入れていきます。昆布を入れて火にかけて沸いたら、こちらを冷まして置いておきます。水洗いしてた大葉を、キッチンペーパーなどで、水気を拭き取っていきます。大量に仕込むと結構大変なので、水洗いした後に水切りをしといて、乾かしたものを使うと、すごい楽になります。大葉のえぐみが強い場合は、しばらく水につけてさらしてから使うと大丈夫です。また軽く茹でてから仕込む方法などもあります。今回の浸し漬けは洗った大葉に漬けだれをかけるだけなので、すごい簡単です。ジップロックなどの容器があると、すごい楽で使いやすいです。はい、あとはタレを上から入れていったら、ラップで落とし蓋してから、また蓋をして保存していきます。次の日から、すぐ食べれます。色も1週間過ぎくらいまでは青々した色が、持ちます。はい、次は塩漬けを仕込んでいきます。こちらはお湯で湯通ししてから仕込んでいきます。75度から80度くらいのお湯で30秒から40秒くらい入れてから氷水にとっていきます。氷水にとったら冷まして、ペーパーに並べて水切りをしていきます。沸騰したお湯でやる場合は30秒も入れるとヘナヘナになっちゃうので注意してください。はい、こちらもペーパーに1枚1枚ずつ並べて水切りしていきます。数が多いと結構大変な作業になってしまいます。はい、そしたら容器に塩をしながら1枚ずつ重ねていきます。はい、大葉を置きましたら、大葉の上に塩をしたらまた大葉を乗せ、また塩をして、大葉って繰り返していきます。こちらも全部終わったら、ラップをして小皿などの重しをして蓋をして保存していきます。こちらもだいたい次の日からは、食べれます。はい、今度は最後に醤油漬けをしていきます。はい、こちらは、吉文で仕込んでいるニラ醤油に漬け込んでいきます。こちらは湯通ししないで生のまま、漬け込んでいきます。ニラ醤油は醤油にみりん1、ニラを刻んで漬け込んだものです。こちらもラップをして蓋をして保存していきます。塩漬けなどもそうですが、やはり時間が経つと青々しい色は少しなくなりますが、味わいはやはり同じです。はい、ですね、大葉が漬けたのが、ちょっと3日経ったので、ちょっと使っていきたいと思います。こちらがですね、浅漬けですね。浅漬けにしたやつと、こちらがあの
ニラ醤油につけたやつですね。でこちらが湯通しして塩漬けした、大葉になります。で仕上がり具合の色ですけども、はい、若干やっぱ青みが残ってるのが浅漬けの方ですかね。塩漬けが一番あの色がちょっとあのくすんできたんですけども、一番日持ちがしやすいです。でこれをちょっとあのいろんなのをくるんで、ちょっと料理していきます。はい、塩漬けの方で、軽い一口 の、 あの 手まりのおにぎりですね。手まりのおにぎりを作っていきます。そしたら醤油漬けですね。醤油漬けにしたやつで、今回はお豆腐を巻いていきます。で醤油漬けにしたこちらのお醤油をかけていきます。でこちらを今回は、チーズですね、カマンベールチーズを巻いていきます。はい、こんな感じで仕上げてみました。